サムライセンシーズには3段階のレベルがあって、今君たちはレベル1だ。まだ1なの？それぞれが課題を乗り越え、レベル3になれば最強サムライセンシーズとなる。レベル1、心身ともに鍛え上げねばならなかった。レベル2になるには己を知ること。レベル3になるにはある共通点を探し出すこと。最強サムライ戦士、略してトリプル S。 トリプル S ですね。そうだ、目指せトリプル S。 なんかあんちゃんさんのところはすごい前からじゃの。変わったものがたくさんあるわね。これどこで見つけたんだよ。あー、これかわいい。おお、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 きれいじゃね。何の模様かしらこれ。マイクちゃん、皆さんすみませんが適当にお座りください。皆さん、今日はお集まりいただいてありがとうございます。あれからどうですか？何か変化はありますか？私たちサムライセンシーズとして、さまざまな情報を共有し集約しておくべきではないかと考察いたします。個々に取り組むも進捗が思わしくなく、未だレベル2にも到達できず、現状私たち本来の使命が未達成のままとなる可能性を懸念する次第です。簡単に言うと報告会ってやつか。みたいね。あ、この桜時代に音木さんとサブさんがいました。そこに西賀くんが飛んできて、はい、3人で残先生、服部くんのもと修行しました、はい、大変だったのね、修行。そこへ悪いやつが現れたと聞いています。あー、使わなじゃ。私たちつけたかよね。そしてサムライセンシーズとなった3人が木星星に飛んできて、私、アンと一緒に桜時代に戻ってきた。はい、そうだな。殿に会いに行きましたね。うん、だね。その後、姫ちゃんが飛んできて、姫ちゃんにはマンチェスターマシューという月豆とマリアンヌというお友達がいますね。そこで疑問点が2つあります。なぜこの桜時代にみんなが集まってきたのか。そしてもう一つ、どうしても外せないのはおさやちゃんです。はぁ、おおおおおおおさちゃん、おさちゃん、おさやちゃん、おさやちゃん、あぁ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 、でもちょっとちょっとちょっとさぁさぁ、おさやちゃんの違うじゃないですか。おさやちゃんのはぁあぁのちくん、そうですね、トッキーの俺は隣のそれでいいんじゃないかしら。サムさん、サムさん、はい、アンちゃん先生。はい、サイガ君。はい、マッケンジーはどこに行ったんでしょうか。自分でしょ。はいはいはい、姫ちゃん、マーガレットがいな。おしゃもじでしょ。はい、はい、サブさん。おさやちゃんが…おさやちゃんが…おさやちゃんが…おさやちゃん、おさやちゃん、違うよ、違うよ、サブさん、俺、サヤカ、サヤカ、違う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 って、お昼だよ、違うよ。そういえば、先日こんなことがあったんです。
オラも。気のせい、気のせい。おめ、倒されたのでした。笑い事じゃねえだ。ああ、だよな。やはり何かありますね。